きます。マイタイムアットポルティア。あー、のんびり寝すぎた。しまった。寝てる間もそういえばね、時間経ってるんだよね、この二人の2機の行動は。はい、あにゃお、どんな状況だったっけ。前回冒険とかしたんだよね。ハグします。そろそろストーリーもなかなかね、核心に迫ってきたような気がしますよね。あ、ウトラさん、徹夜して見てたよ。見てみたよ。誰かさんにせかされたからね。やっぱり変圧器だった。それに壊れてる。直せるかどうか所長と一緒に見てみたけど、内部の設計はとても複雑でね、どこから手をつけていいか分かんなかった。昔の人ってすごいよね。それで一から設計を読み解いてみたんだ。データディスクのことは気にしないで、キャプテンが持ってきてくれたら。から、おお、とにかく工業用変圧器の図面がこれ。オリジナルより大きいし、かっこよくないかもしれないけれど、性能は同じだから大丈夫なはず。これでようやく眠れるよ。おやすみ。みんなは良い一日を。ありがとう、ベトラさん。アーロさんとサンワさんがいる。サンワさんの方がなかなか話さないから、サンワさんにしましょう。オークスが髪を切っていたから、誰にやってもらったから聞いたらアブだと言うんだ。一体どうやって爪を使ったのか。そういえばアブはどうしていつもバスローブを着てるんだよ。なんでだろうね。よし、すまない、アールさん。この前はありがとう、誕生日デート。うん、いいお客さんどころじゃないでしょう。ドクターシューさん、こんにちは。ちゃんと聞くもんだよ。よしよし、前起こったことはね、何もなかったということで。お肉をやっぱり持っていきます、そのまま。あ、そうだ、これそう、なんかね、今日ロードがやたら長かったり。おっと、消えたお肉。大丈夫か、お肉消えてない。ロードがね、やたら長かったりしたから、調子悪いのかなって。あ、よかった、お肉あった。この辺手に入れたんだったね。ジャケット、防御280、はあ、レベルが足りないって言ってた今。レベルあと1だね。うん、まあ持っておこう。あと1あげないと。デスケくん、よしよし、変圧器を作ろう。よしよし、はい、おしまい。馬小屋の、ご飯はあちもちでいいかな。はい、結果で、よいしょ。はい、タウンホールより今週の金曜日と土曜日、毎年恒例のポルティアグランプリを開催します。参加を希望される方は開催チームまで乗り物を用意して。あー、なるほど、馬のやつか。製品検査は OK です。たくさん、たくさん仕事した、ありがとうございます。うん、
スの画面が表示されてしまった。よし、まあコマースレッション見に行こう。ちょっと待てよ、スケ君。異物の組み立てってできるかな。あ、古い会話装置いけるね。家を増築したりしたいね。まだまだ結婚は先だろうと思うけど、お金集めるためにもやっぱいろいろするべきか。アントワーヌさん、こんにちは。お、グリーンサラダ。グリーンサラダはどうやるんだったっけかな。ノラちゃんかな、これは。不可性顔面が受けます。よし、変圧器のあれも見てないな。不可性顔面が取ってこよう。多分大きいやつだよね、変圧器。あ、トレッドミルとかも欲しいけど。あ、ここ看板、あれ、あ、これか。これを、あ、できそう。あー、銅コイルあと4で、あと3でいけるぞ。簡単だね、銅コイル。一瞬でできちゃうな、これ。もうすでに銅線とかあるし。できた。やったー。じゃあ、これ作っちゃいます。はい。やったね。こんな簡単だとは思わなかったな。最近あんなに大変になってたから、全体的に。よーし。ノラちゃんかな。うん、ノラちゃん。こんなものを A ランクで出しちゃっていいの？母なるノラちゃんの導きがあらんことを。はい。うん、ありがとう。あ、そうだ、グリーンサラダってたくさん作れる？グリーンサラダ。作れる。はい、ありがとう。これでアントワーヌさんのお願いも OK ですね。はい、ドクターシューさん、私のことが好きなんだよ。うん、アイテムでも持ってきてくれてありがとう。といたしまして、好感度19も上がる。こういうのは話していきたいね、できるだけ。よし、この前大体の予想でね、料理ができることが分かったから、ある程度ねレシピ知ってて、それの派生的なものは簡単にできると分かったから、こういうお願いとかあったら、あなたには何でも話せそうな気がするわ、格助。ずっと友達でいましょうね。こんなこと言ってくれてたっけ、今まで。うわー、ありがとう。はい、トパース、私にぴったり。いやー、嬉しい。そんな嬉しいことを言ってくれるからだよ。さあ、ジャンゴさん、ジャンゴさん、こんにちは。
ちは。メニューアイデアは私の想像力を湧き起こしてくれる。いつも真髄な意見をありがとう。どういたしまして、こちらこそ。卵、ふぐ、小麦粉、卵、フルタルト、はい。エミリちゃん、最近すごく忙しいけど、その分やりがいを感じてるわ。かぼちゃパイも作れそうね。もう知ってたっけ。で、そこにも困っているアリスさん。何？キノコ鍋。キノコ鍋はどうやって作るんだったっけかな。わあ、素敵。どういたしまして。キノコ鍋か、作れたっけか。よし。これはどっちだ、紅葉変圧器か。入ったらいきなり何かあるパターンだね。あ、チップの方か。なんだっけこれって。素晴らしい。 AI の知識調整がまだだが、とにかくやったぞ。これで私もベガ5の年次報告書で表紙を飾れるかもしれない。すごいわ。やった。それ以降の話ないの？残念。なんかやってくれると思ったのに。あ、ごめん、攻撃できるんだ外でも。マリーさん、データディスクは私たちの研究にとってすごく重要なの。ではどうぞ。うん、はい。ペトラさんも上からすみませんね。どうなるんだろう。これ、使えないの？そっか、あのリーさんと喧嘩してたやつだよね、これって。で、変圧器はあそこの洞窟まで行かないといけないのかな。ちょっとキノコ鍋。あ、いない。ところはここかここぐらいだよね、大体は。うん、はい。キノコ鍋ってマックさんが覚えてなかったっけ。あ、覚え、あ、肉キノコ鍋か。赤キノコともう一つのキノコとしようかな。できない。
渡して明日渡すの忘れないようにしないと。なんか2箇所あるけど、DAD ストップが作れるんだな。せっかくだから作っていこうか。で、変圧器まだできてないか。あ、もう動き終わってる。出来上がってるんじゃないの？あ、これか。ちょっと見た目悪いけど仕方ないね。よし、 DD ストップを作ります。 DD ストップのためには違うよ。作れる？制動盤が4。これも作ってくれればいいのにな。他と一緒で制動盤が4。変圧器を持っていくのはまた今度でいいかな。 TD ストップもついでに持っていきたいし。ということで、遺跡に行こうか。今日は進めるのはまた今度だ。こちらの遺跡に行きます。最近は結構いろいろと話が進んでたしいいでしょう。のんびりしましょう。たまにはスタミナ間違いなし、なくなること間違いなしだな、この時間に行ったら。とりあえず次の他の回に行こう。で、600高いな。よし、ミニドリルで、さあ行くぞ。ロケットの模型、上級エンジン、パーツボックス、キーパッド、エネルギー石、チップ、秋の人形のピース、盆栽のピース。秋は作ってたような気がするな。よし、あ、どうだろう、こんな顔を作ってたかな。で、盆栽作ったのに売っちゃった。盆栽作りましょう、もう一回。飛行機ももう作り済みだけど、作りすぎということはないはず。で、あっち行かないの。スタミナ悪くなるな、これは。これで出来上がるな。すでに作ってる可能性もあるけど、冬は作った記憶があるな。魚の先生から一応取っていこう。エネルギー石はもういらないな、今となっては。よし、あ、違うな。ボール型トロフィーだ。
後の4つは掘って終わりにしたい。帰りましょう。で、DD ストップもできてるかもしれない。できるかもしれないね、これだったら。うん。意外と遅く暗くなってるね。あ、でももう秋か。早いな。でも動画的にはやっぱストーリー終了までかな、とりあえずは。しわさん、うん、熱いのが好き。はい、うん、最高のプレゼント、よかった。動画的にはストーリー、メインストーリークリアまでかな。おまけで結婚生活を若干見せたいくらいかな。どうしてもね、結婚するまでは完全作業になるからね。毎日のようにプレゼントを渡してデートしてっていう感じになるから。あ、ポール型トロフィーもできてる。やったね。よし、ミディストップを作ろう。晩待ちです。もうすぐ終わるはず。今回あんまりデータディスク拾えなかったね、そういえば。はい、いただきます。からの DD ストップ。これは待っていっちゃおうかな。今日いけるね。よし、見守ろう。頑張れ。ドン。こういうの見るの可愛いよね、楽しいよね。うん、カチ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 。おっ、あ、ちっちゃちっちゃくなったな、一気に。まだカチカチしてるし、なんで？よし、間に合うかな。ツリーファームの、あれ？全く別の方向だけど、とりあえずストーリーを進めるために。変圧器使いし、よし。ああ、君か、ずっと待ってるんだが、ナイト現れてないよ、残念だ。変圧なんとかってやつはできたのか。よし、中に入ってみよう。よし、戦いかな。あ、もうこんなところに。ありがとう、テンさん。はい、置いた。動いてるぞ。やったー、オン。
また冒険だ。よっしゃ、間違いない。ここが最後のボスがいたところ。違うか。あ、侵入者画像認証に失敗しました。侵入者です。おー、また豚さん。豚さんロボット結構多いよね。あった。動けづらい技持ってるな。それはちょっとわかるけど。飛んだ、落ちてくるぞ。うん、よいしょ。それは余計おらないな。ここを削るしかないけど、避ける。これは避ける。あ、いたー。でも防御力、体力はそんなにない。よし、よいしょ。やばいぞ。これ以上努力回復ってないっけ。スタミナ攻撃アップか。食べる。 10HP。 スクラップスの気持ちがわかる。よし、こ
攻撃力アップしたぞ。2回やってたの。やば、攻撃力アップしてるんだぞ。強い。コンプレッサー、シリコンチップセット、アルミステンレス。いいぞ、やったぞ、テンさん。オンにします。これで1つ、あと2つだ。よし、ボスに報告だ。鍵が解除されました。あ、やったー、あと2つ。あれ？何個鍵があるっていうのって知ってるんだっけ？どこで知ったんだっけな？ボスへの報告はまた今度でいいでしょう。 BD ストップをここに、こんなところに、回復アイテム準備しないとね。これは遅い。うん、帰りましょう。帰って今日はおしまいです。よし。ふう、予想外の冒険までしてしまったけど、いい感じです。あ、違うね。と、そうと。レベル上がんなかったな。回復アイテムを。ハーブミックス。回復アイテム、ランコファーストエイドキットが一番回復するよね。わあ、全然足りない。サボテンの実とか必要なんだ。あ、軟膏ならいくらでも。31個作っとこう。よし、秋の人形。お、初めてじゃん。やったね。記念碑はやったことあるから、ボール型トロフィーを作ろう。よしよし、では今日はここで終わります。多分隊長にも会えないでしょう。この時間はいるかもしれないけど。お、スクラップス、ハグしよう。えい、よしよしよし、オッケー。ではでは、ありがとうございました。